はい、純玉癒しカウンセリングの心理カウンセラー純さんです。今回は ADHD についてお話ししていきたいと思います。あなたは ADHD という言葉を聞いたことはありますか？聞いたことがあるんだけども、実際はどんなものなのかよくわからないとか、テレビとかメディアで特集をしているのを見たことがあるとか、今現在自分が ADHD かもしれないと思って悩んでいるとか、そういったことがあるかなと思います。今回は発達障害の一つであると言われている ADHD についてお話ししていきますね。まずはじめに ADHD とはについてお話ししていきます。 ADHD とは日本語では注意欠如多動性障害と言われています。これは多動性と衝動性と不注意の3つの特徴がある発達障害と言われているんですね。成人の ADHD は20人に1人約いるとされています。とてもこれは珍しいという数字ではありません。 ADHD であることが、その社会生活自体をですね、こう難しくしてしまって、それが結果二次的な症状としてですね、うつ病が出てきたりとか、そういった不安障害とか、そういったものがこう出てきた上でこう悩まされていくということがあります。そして一つ目、多動性についてお話ししていきますね。多動性とは常に体の一部を動かしているというような状態ですね。ずっと髪をいじっているとか、あとはこう席にこうずっとこう座っているというのがとても苦手というような特徴があったりします。はい、二つ目ですね、衝動性についてお話ししていきます。衝動性とは思いつきをすぐに行動に移していったりとか、自分がこう我慢がするのが苦手だったりする状態のことなんですね。またはこう失礼な言動をですね、思わず取ってしまったりとか、その自分の欲求をこう優先しがちでですね、突然と大胆な行動を取るとか、そういったことがあります。そして3つ目ですね、不注意についてお話ししていきますね。不注意とは集中力が続かなくて注意がそれやすいというところです。例えば忘れっぽいといった状態もあったりとか、会話の途中で突然別のことをこう考えてしまったりとか、またはそういった不注意のミスの多発があったりとか、忘れ物とか遅刻というものが多いといった、そういった場合が当てはまります。この3つの状態が程度の差はあったとしても、そのことが見られてて、日常生活、社会生活において支障をきたすレベルであるときに ADHD とされるんですね。これはですね、部分的に分かっていることとしては、脳の前頭前野という部分がこの、情報とかですね、認知とか、あと判断とか、そういったところをこう司っている部分があるんですけども、そこにおける神経伝達物質の働きが、何らかの関係があるのではないかとは言われています。ただはっきりしていることはですね、この ADHD はそういった脳の特性上の問題であって、そういった性格とか、気持ちの問題では決してないというところなんですね。生まれ持った脳の特性なんですね。なのでこう大人になってから急に ADHD になるといったようなものでもないんですね。そういった幼少期にはその人の性格とか個性の問題としてされてきた部分が、その自分が ADHD であるということにですね、気づかないまま、大人になってその後、分かったというような人も多くいると言われています。ただそういった社会生活の中でですね、自分の仕事だったり立場、そういったものがこう変化していく、複雑になっていくにつれて、その ADHD の主な特徴である多動性とか衝動性、不注意といった、状態がですね、その支障となって現れたために、そのことがその生きづらさというふうになって、そういった表面化されてくるという部分なんですね。そうしたことが重なってくると当然ですね、ストレスが溜まってきますので、うつ病になったりとか、そういった他の疾患が出てきたりとか、そういった二次障害を抱えやすくなるということがあります。なんでそうなっているのかというのは、原因は未だに分かっていないというところがあるんですね。生まれ持った脳の特性上の問題なので、その本人の努力によって変えなさいとか変えましょうとか、そういった問題でもないんですね。そのため ADHD の人とか、その人の周りの人たちは、そのがですね、努力とか気持ちでどうにかなるということではないという、そういった認識も必要なんですね。そうした認識を持つことで、そういったうつ病とか不安障害といった二次障害を抱えにくくなるだけではなくてですね、その後ではどうしようかなと、そういった前向きな気持ちになって、そういったところにこう意識を向けていくということができるようになっていきます。はい、次にですね、 ADHD の向き合い方についてお話ししていきますね。まず一つ目です。自分の特徴を認めていくということです。 ADHD の特徴が自分にはあるんだというふうに認識するということが大切になってきます。
ています。そうした性質を認識するということで、どうして自分はダメなのだろうかとメンタル的に落ち込んでしまうということを避けていくということができます。自分の努力不足のせいにしてしまったりとか、気持ちの問題のせいにしてしまっているとストレスを溜め込んでいる状態になっていきますよね。そうするとうつ病といった二次障害、そういったものが出てきて、それでは精神科に行って初めてそこで、自分は ADHD だったんだと知る大人は多いというふうになります。自分の脳が生まれつきそのような性質を持っているんだと、こう客観的に自分を知ることはですね、 ADHD のそういった性質をですね、社会の中でじゃあどのように克服していけばいいのかと、生きづらさを感じている部分をどのようにしていけばいいのかというふうに考えるためのその最初の一歩となると思います。はい、2つ目ですね、自分の性質を知るということです。これは多動性にしても衝動性にしても、不注意にしてもですね、そうした性質のマイナス面が、こう出てきてしまっている場合のそういったポイントがあるというところをまずは知っていくということですね。自分がどういったところが苦手なのかなと、忘れ物が多いのかな、それとも、遅刻が多いのかなとか、あとはそういった、そういった部分ですよね、自分がどういったそういった ADHD の気質があるのか、それを知ることによって、ではじゃあその次にそれをどのようにこう、防いでいくのかというところに意識を向けていくことで、その意図的にですね、解決策をこう模索できるようになってくると思うんですね。そういった、支障となって出てくる前にそのポイントに気づいて、ではそのポイントのところでどういった行動を取ればいいのかなというふうにできてくると思います。はい、3つ目ですね、自分の気質を生かすように考えてみるというところです。 ADHD の人は全ての人が同じ気質の限りではないんですが、そういった興味のある分野とか、そういったものに関してはですね、非常にこう高く取り組める、高いこう意識で取り組めるという人もいたりします。なので ADHD の人にですね、適職な仕事というのはこれだよというふうに一概にこう決めつけることはできないんですけども、考え方としては自分の興味のある内容であって、そういった専門性がある職業が向いているとも言われているんですね。なので気質と合う環境を選択するということがとても大切になると思います。無理に自分をその環境に当てはめようとするのではなくて、自分に合った環境はどういったところなのかなというふうに探していくということが大切になると思います。これは HSP の人にとっても同じように言えることかなと思うんですね。自分のそういった気質の特徴を知ることで、自分に合う環境を選んでいくということができるようになってくると思います。その結果ストレスを減らして快適に過ごせるようになるというふうになっていくんですね。はい、最後に少しまとめをお話ししていきます。今回は発達障害の一つである ADHD についてお話しさせていただきました。はっきりしていることは、 ADHD は脳の特性上の問題であって、性格の問題とか気持ちの問題とかではないということなんですね。また ADHD というのは、ここからが ADHD で、ここまでが ADHD ではないですというような、そういった境界線がしっかりあるものでもないんですよね。そこにはグレーゾーンというものも確かにあるんですね。そうした脳の特徴があるというですね、知識をこう持っておくということが大切になってくると思うんですね。はい、今回は ADHD についてお話しさせていただきました。今回も何か一つでも参考になるようなことがあったらとても嬉しいです。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。